下の秘密を調査。まずはどれくらい息を止められるのか。水中での息止め時間に加え、体内の酸素量の変化もチェックする。使うのは血液中の酸素濃度を調べるパルスオキシメーター。上に表示されるのが酸素濃度、下には心拍数が表示される。通常人間は酸素濃度が 95% 以下になると息苦しさを感じる。まずは荻原が挑戦。指先に機器を装着して計測。息止めスタート。普通の人なら平均的な息止め時間は1分から1分半。元オリンピック選手の実力は。結構いったね。1分35秒です。1分35秒。はい。およそ1分半の息止めで酸素濃度は 90% まで下がった。元トップアスリートでこの数値。続いていよいよバオバオさん。果たしてどんな数値が飛び出すのか。超人、水の中でも表情に全く変化はない。すでに荻原を軽々と超え2分半が経過。それに伴い酸素濃度も減少していく。そして時間はなんと2分39秒。酸素濃度は 81% まで低下。これは普通の人なら意識が朦朧とする数値。バオバオさんは常人よりも長く息を止められる上、酸素が少ない状態にも耐えられることが分かった。さらに我々はより詳しくバオバオさんの体の秘密を調べるため